まず決勝戦だけで言えば経験不足がまさに出たなっていうのは感じています。はい、そうですね、まあでもサッカーのスタイルというよりはこういうタイトルがかかった舞台に慣れてる青森山田が本当にこちらのミスにつけ込んで得点して、逆に僕たちに全くチャンスを与えるような隙を全然作らなかったっていうところはもうすごいなっていう一言ですね。やっぱりそうですね、なのでやっぱりこういう本当にギリギリの試合になったらミスをせずに相手にチャンスを与えないっていうのと、そういうちょっとしたチャンスをものにできるかどうかがもう本当勝敗を左右するんだなっていうことをすごく身に染みましたね。そうですね、チームとして全員で守備もして全員で攻撃するっていうところはもう実践できましたし、結果にも結びついたので、プラスやっぱりそこからこう出てくる個人で剥がせる、個人で点が取れる、個人でボールを奪える、やっぱり個の強化っていうのをこれからまだまだしていかないといけないなっていうのは感じました。そうですね、まあ原田はもう決定権何度も防いでくれましたし、日立はほぼ1対1ではやられてないですし、でゲームメーカーも北島が1人でやってくれてたんで、まあ、あの3人は選ばれて当然かなっていうぐらいの活躍はしてくれたので、まあ、プラスこれから桑原だったりとか新1年生にも有望な選手いるので、やっぱりもっともっと層を厚くするためにも他の選手も鍛えたいなっていうのは思います。そうですね、本当にこう楽に勝てる相手はもういないので、今回みたいに粘り強く戦ってチャンスをものにするっていうのを続けながら、まずはリーグの真ん中の5位を目指して、でチャンスがあれば上位を目指してっていう試合にリーグ戦にしていきたいなって思います。